がんになりにくい生活習慣。今や2人に1人ががんになる時代と言われています。しかし生活習慣によりがんになるリスクは変わってきます。がんの発生と日常の生活習慣のデータを見てみましょう。その他の生活習慣も合わせると男性のがんの半数、女性のがんの3分の1は生活習慣が健康的であったなら、またはがんの原因となるウイルスや細菌に感染していなかったならば予防できたとも考えられています。1時間目、タバコ。タバコを吸っている人は今すぐ禁煙しましょう。吸わない人はできるだけ他人のタバコの煙を避けましょう。タバコは肺がんだけでなく他の多くのがんのリスクを上げます。また吸っている本人だけでなく周囲にも健康被害をもたらします。一番被害を受けるのはいつも一緒にいる人、そう家族です。特に赤ちゃんや幼児は自分で避けることができないため配慮が必要です。2時間目、お酒。お酒は飲むなら節度ある飲酒が大切。飲めない人は無理に飲まないようにしましょう。飲むなら休肝日を設け、1日あたりのアルコール量に換算しておよそ 23g まで。お酒の種類別に見るとこんな感じです。3時間目、食生活。できるだけバランスの良い食事を心がけましょう。特に塩分の摂取を抑えることは胃がん予防に有効で、高血圧などの予防にもつながります。食塩は1日あたり男性で 8g 未満、女性で 7g 未満を目標にし、塩辛い食べ物は週1回以内に控えましょう。野菜や果物は食道がんや胃がんなど一部のがんで予防効果が見られます。不足しないように摂ることが大切です。4時間目、運動。体を動かす習慣はがんだけではなく糖尿病や心疾患のリスクも軽減してくれます。歩行または同等以上の身体活動を1日60分、息が弾み汗をかく程度の運動を1週間に60分程度行いましょう。5時間目、適正な体重。 BMI の数値から生活習慣病になりやすいかどうか見てみましょう。 BMI は肥満度を表す国際的な指標で、こちらの計算式で求められます。中高年の日本人では男性が21から27、女性が21から25の範囲内にあるとき、がんで死亡するリスクは低くなります。自分の BMI を知って体重をコントロールしましょう。放課後、ウイルス、細菌。生活習慣とは別にウイルスや細菌の感染もがんの原因となることがあります。 B 型、C 型肝炎ウイルスに感染した人は肝がんになりやすいと言われています。ヒトパピローマウイルスは性交渉で感染することが知られています。感染そのものは稀ではなく、多くの場合は自然に消滅しますが、長期持続的に感染した場合に子宮頸がんが発生することがあります。ピロリ菌は胃がん発生の重要因子の一つです。ウイルスや細菌は感染したら必ずがんになるわけではありません。それぞれの感染状況に応じた対策を取ることががんを防ぐことにつながります。
肝炎ウイルス検査は県内各保健所および指定医療機関で無料で受けられます。詳しくは香川県ホームページ感染症情報肝炎ウイルス検査を受けましょうのページをご覧ください。その他の検査については医療機関でご相談ください。放課後検診。現在はがんイコール死ではなく、早期に発見できれば高い確率で治る時代です。がんになりにくい生活習慣を実践することに加え、生活習慣以外ががんの原因となる場合もあるため、定期的にがん検診で早期発見に努めることがとても重要です。早期のがんは無症状であるため、がん検診は症状を自覚していない時から定期的に受けることが重要です。それはがん検診を受けることで早期発見・治療につながれば、がんは高い確率で治る病気だからです。自分のためだけじゃない、大切な人のためにも、がんになりにくい生活習慣の実践と合わせて定期的ながん検診の受診を家族で考えてみませんか？あなたの大切な人のために受けようがん検診。